ホーム、くるみや駅は、静岡県熱海市福道町にある、東日本旅客鉄道伊東線の駅である。駅番号は、JT22、日中を中心に、伊東線、伊豆急行線との相互直通運転が実施され、朝、夕から夜には、伊東線を走行する上野東京ライン系統の列車も発着する、交通系、IC カード、スイカが導入され、スイカ首都圏エリアに属し、 首都圏 IC カード総合利用サービス及び交通系 IC カード全国総合利用サービスに対応している。また旅客営業規則の定める大都市近郊区間制度における東京近郊区間にも属している。伊東線中間駅では2015年3月8日より実施の無人駅化に合わせた駅遠隔操作システムの導入に伴い自動券売機から多機能券売機への交換。 伊藤駅へつながるインターホン、県面確認台を併設した自動生産機の新設が行われた。従来、友人窓口以外で行うことができなかった処理については、伊藤駅の駅員が自動生産機を遠隔操作することにより、対応している。東海道本線のすぐそばにあり、地理的には伊藤線がここから分岐している状態であるが、ホームがあるのは伊藤線のみである。 並行して走る東海道本線上には、東京方面から熱海止まりの列車が折り返すことができる2本の電流線がある。そのため、熱海止まりの電車が熱海から回送となり、東海道本線を経由して、電流線に入線し験点検、整備を受け、東京方面へ折り返していく。留置される車両は、大半が E231 系か。 E233 系であるが185系も留置されることがある。なお、東駅留置列車と東海道本線の乗務員、時刻表には東駅の時刻が記載されている。1935年の伊東線開業前は、東海道本線の熱海駅、神奈駅間に、くるみや信号場が存在し、伊東線は、このくるみや信号場を起点に建設されたため、0キロポストは東駅に置かれている。 伊東線開業時に、東海道本線のクルミや信号場は営業場廃止され、伊東線の熱海駅伊豆高駅間に、クルミア駅が設置された。もっとも、東海道本線は1968年まで熱海駅、クルミア駅間を伊東線と共用。1968年に伊東線と分離された後も、クルミア駅の信号設備は継続して使用している。 なお丹那トンネルを抜けてきた東海道本線の東海旅客鉄道と JR 東日本の会社協会は上り場内信号機近くのつなぎ目である。これは、当駅の構内配線が東海道本線と一体不可分になっており、旅客営業場の会社協会である熱海駅に会社協会を設置すると、当駅の資産区分が極めて複雑になるためである。かつては、 伊東線の CTC センターが設置されていたが、2006年秋に伊東線の CTC 装置が、熱海駅構内の震度制御装置も含めたものに、更新されたのに伴い、熱海駅に移転した。森土上に島式ホーム一面二線を有する地上駅。東駅は、近くを通る東海道本線に存在する、丹那トンネルの草作に出た、大量のズリで、 アタミ梅園前の谷を埋め立てた場所に建設されている。ホームには内包線付き展示ブロックが設置されている。駅舎は一番線の線路を挟んで南側に面しており、ホームとのアクセスには森土内通路を使用する。森土内通路にはホームを結ぶ、車椅子対応エレベーターは存在しない。改札口には、切符回収箱、簡易スイ改札機、スイ対応の自動生産機、 多機能券売機の他乗車駅証明書発行機が設置されている。改札外には伊東線に関する情報の表示のみに対応した運行情報、時刻表ディスプレイが設置されており、列車運行情報サービス、どこ、トレと同様の内容に加え、当駅を発車する上り下り列車の初電から終電までの時刻表が確認できる。トイレは改札口を出て、 右に曲がると進行方向右側にある。多機能トイレは存在しない。なお、このトイレは個室内の完全洋式化工事を行うため、2018年12月21日から2019年3月25日まで閉鎖され、近くに代替として仮設トイレが設置されていた。公衆電話は改札口を出て、左に曲がると進行方向左側にある。 近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。東日本旅客鉄道伊東線熱海駅、くるみア駅、伊豆高駅、JR 東日本の2000年度以降の乗車人員静岡県統計年間、ありがとうございます。